国際共産主義運動とは共産主義運動の国際的連帯を指した用語である。ロシア革命の勝利後、1919年にコミンテルンが設立された。コミンテルンの目的は世界共産主義革命であった。しかし、コミンテルンの実権を握っていたソビエト連邦共産党において一国社会主義論が支配的となると、コミンテルンも 第6回大会でこれを採択し、左翼反対派を追放し、世界革命党としての実態は失われ、ソ連外交の機関となる。そのコミンテルンも1943年には、スターリンにより解散される。コミンテルンから排除された左翼反対派は、国際左翼反対派として活動を続け、1938年には、第4インターナショナルを設立する。一方、 コミンテルンに参加していた諸政党はコミンテルン解散後各国の党が対等な立場で連帯し国際共産主義運動を構成するものとされた。しかし戦後ヨーロッパの党を結集して作られたコミンフォルムは加盟政党以外の政党にも介入し国際共産主義運動の事実上の指導部として行動しようとした。1960年モスクワで 81カ国の共産党、労働者党が会議を持ったが、その後は中祖対立もあって、国際的な会議も開かれなくなり、この言葉の実態はなくなった。ありがとうございます。